続いていきますよ、はい、続いて年の差が10個離れてるのはあり、ありありです、あり、10個離れてるのは全然ありだと思いますよ。年齢でもう生きてないでしょ、みんな、うんうん、年の差があっても僕はいいと思います。普段は楽観的でも恋愛になるとものすごく悲観的に考えてしまう癖があります。相手の長所より悪いところを探してしまい、お付き合いしても長く続いたことがありません。長所より悪いところを探すことがね、僕あんまりないんですよね。逆に言うとさ、ソナーポケットの方で言うとさ、お付き合いするってなった時にさ、ラブソングたくさん歌ってるしさ、めちゃくちゃ恋愛上手そうな完璧なイメージあるじゃん。それで言ったらさ、俺は結局今まで一人でいるわけだし、付き合ったこと喧嘩もしたこともあるし、なんかうまくいかなかった恋愛もあるわけで、だ僕は別に恋愛完璧じゃないけど、この人と付き合ったら俺めっちゃ減点されるのかなっていうさ、すごいなんか怖さがあるからさ、俺はいいところをこう探してった方が、と人とはこううまくいくと思ってて、加点をしていける恋愛の方が長続きしてるなって、うん、自分含めいろんな人の恋愛見てても思うし、合わないなってところを見つけた時、どの程度なら別れるかっていうと、めちゃくちゃ男好きで彼氏一人じゃもうままならないぐらいだったら、実際に自分じゃないのかなと思うけど、浪費癖とかあっても多分直せるだろうし、相手の長所を探しながら相手の悪いところが見えてしまったら、それを一緒にこう直していくのがやっぱ付き合っていくことだと思うので、考え方をちょっと変えるだけでまたいい恋愛が待ってるんじゃないですか。好き好き会いたいって言ってて急にブロックする心理がわからない。わからない。これは相当メンヘラちゃんですね。好き好き会いたいって言ってて急にブロックするでしょ。どうかしてるぜ。おかしいよ。ね。うん、そうですね。その心理がわからない。ごめんなさい、僕もわからない。これ俺もすごいわかるって言ってたら、もうなんか誰も曲聴かなくなる。その人の中で思うことがあったりとか、同時進行で他の人がいたとか、何かしら理由がないと多分ブロックとかしないと思うので、この人の気持ちはわからないけど何かしら理由があったんだなとは、うん、思うけど、もうそんな人よりいい人たくさんいるんでね、違う人を見つけましょう。優しすぎるって言われて振られました。なんなん、いや、なんだ。優しすぎるから僕は君じゃダメなんだ。いや優しい人の方がいいもんだって。優しすぎるっていうのは俺は正直建前だと思うんですよ。この優しすぎるっていう言葉が一番彼なりに君を傷つけないと思ってチョイスした言葉だと思うので、本当の理由はね、多分他にあるんで、優しすぎるって振られることに関しては特に悩まなくてもいいと思います。でも本当に優しいんだと思うので、次にもっと素敵な人が見つかると思います。職場には全くお土産買ってこないけど、旅行行くために毎回お土産買ってきてくれるメンズ心理って何？なんか職場に買うとさ、いっぱい買わなきゃいけないからじゃないの。あとあげてるんじゃない、何か、その彼にお土産を買うってちょっといいなとか思ってると思いますよ。あとはそんな風に思ってなくても、なんかこれ食べたいなって言ってたなとか、この間の会話でこれ出た、あ、買ってたよみたいなのもあるけど、基本的には多少いいと思ってないとお土産は買わないと思うんで、脈ありじゃないですか、うん、好きな人の前だと素直になれないです、どうしたらいいか。素直になれる環境づくりをその人がしてくれてないだけで、自分からなかなか素直になるのは難しいと思うんでね、勇気とかじゃないと思うんで、素直になれる場所ちょうどありました。あなたが好きな人の前で素直になれる場所ちょうどありました。4月から絶対言うやん。スマホテープ15サニバーサリーツは僕たちの依頼じゃあですね、なんとライブ開催ということで、好きな人の前で素直になれる場所、それがねこの会場にはたくさん詰まっていますので、ぜひともその好きな人と一緒にライブ会場に足を運んでください。解決だね、これ解決しますね。なんだこの魔法の言葉、うん、確かに。でも一緒にライブ見るとね、うん、なんかその後のお話も、うん、ライブ中キスしてるやつとかいたからなあ。あいつらキスしてたなすごいっすね。する決めてたんですかね、なんかこの曲盛り上がっちゃうんでしょ。あ、素直になっちゃったんでしょ。いいですよね、でもね、素直になれる場所が、うん、
うん、なんかさ、ライブってこうやって並んでるはずなのにさ、彼女がここにいてきてこうやってやってる人もいたよ。おい、それ何なんかいと思って、まあ、こんな狭いところでお前4本まで行くなってこうやってやっちゃったよ。意外とステージから見えますね。彼氏がこうやってやってた。あいつまた来てくれる。もう30歳。中身で好きになりたいと思いつつも外見重視してしまうのどうしたらいいですか。どうしようね。中身ですぐに好きになることって結構不可能じゃないの。だって、うん、だって中身なんて分かんないわけだしさ、一緒にいて時間を共にして相手の中身って分かるしさ、まあだから外見重視で最初見つけるものなんじゃないかな。だからそれこそさ、今はさ、マッチングアプリとかさ、それで前のライブの担当の人結婚したしね。そうですね、うん、確かにマッチングアプリでね、相手の外見を見ながら見つけてデートして見つけたらいいと思いますけど、全然外見重視でいいですか。最初の視覚的情報は。今まで3ヶ月以上付き合ったことがありません。長続きするためにはどうしたらいいでしょうか。ワンクールか。ワンクールですね。なんで3ヶ月以上付き合ったことがないのかっていうのをまず明確にしないと3ヶ月以上多分続かないですよね。うん、3ヶ月なんかもう2、3回目つぶったらもう過ぎてるみたいな。まずその自分と向き合った方がいいかもしれないですね。でちなみに俺の友達もいるんです、ワンクールで別れちゃう人。ワンクール、うん、今まで一番長かった人で1年、それ以外は全てワンクール以内で終わる人。それはなぜかっていうと飽き、あ、うん、だから秋っぽい人は多分3ヶ月以上続かないんで、うん、それこそ加点していける人を見つけないと、うん、いいところをどんどん見つけられる人とつけていかないと、うん、ダメだと思うので、まずなんで3ヶ月以上付き合えないのかっていう原因は自分の中でちゃんと明確にして、次付き合った人とはちゃんと生かして長続きしてもらいたいです。恋愛できないのが悩み、恋すると毎日会いたい、恋聞きたいっていうのが普通なのかもしれないけど、私の場合は学生時代からお互いの時間も大切にしたいっていうスタイルで、付き合っている意味ある、俺のこと好きじゃないでしょって振られることが何度もあって、恋愛に臆病になって恋愛するのが怖い、毎回全力で相手のこと好きだけど相手が求めることに応えることができないんです。私は恋愛に向いてないのかな。見てるわ、悩みが、恋愛できないのが悩みですって。うん、似てるわ。ああしびるわ。そう言われてんのかな。まあ恋愛に向いてないというよりは自分が大切なんだと思うんですよ。まあ、恋愛できない人とか恋愛に向いてないのかなって自分で思う人っていうのは結局ね、自分を一番大切に生きてる人。それは例えば仕事だったりとか自分が目指してるものとか自分がやりたいこと、まあ、趣味もそうかな、夢とか、結局自分がこうしたい、自分がこうなりたいとか、そういう自分が一番大切だから相手のライフスタイルを受け入れられる。だから俺はなんかもう自分が自分じゃなくなる恋愛しててそうだよ。あれなんか 寝不足なのに会いに行っちゃってんなみたいなさ。例えば女性だと料理苦手だったけどなんか彼のためだったら料理頑張って作っちゃう。だから自分じゃない自分に会える恋愛っていうのはあのお互いの時間も大切にしたいっていうスタイルかもしれないけど、毎日会いたい、声聞きたいってなる瞬間がどっかであるかもしれないよね。出会いに向いてないってことはないと思うので、もしくはあとは同じような感覚を持ってる人と出会うかもしれない、なんかそんな悲観することではないと思いますよ。まだそういうのもね、その辺で見つけるの難しいと思うので、マッチングアプリが今すごいいいらしいんで、僕もやらないかなと。離婚して早い1年、もうすぐ38だし子供も2人いるし今更恋愛になってでも恋したい。いやいいんじゃないですか。だって自分の母親成功したら37とか全然関係ないと思うんですけど、離婚しても1年経ってるし恋愛はね何歳になってもするものだと思うし、僕がもともと介護の仕事をしてた時の入ってた老人ホームはね、お互いに旦那さんと奥さん亡くされた2人がいて、中庭みたいなところがね、その人たちのデート場所で、昼ぐらいになるとね、2人が来ておばあさんと手引いて、おじいさんの方がこう胸ポケットからハンカチパッて出して頭さってやってベンチに引いてその人を座らせておしゃべりしてるっていう光景もあったんです。ただ恋愛は何歳になってもするべきだと思うし、今更とか言わずにたくさん恋してください。
もしそれでも恋がどうしてもしたくないんだったら推し活しましょう。推し活ソナムベッド俺推し活をしてください。続いて、どんな女の人を追いかけたくなりますか。どんな人を追いかけたくなるのかな。四つん這いで走る人。いや、それ追いかけるんですよ。最後、それそういうことじゃないの、うん、俺ごっことかそういうことじゃないの、うん、あの実際追いかけて走りたいとかじゃなくて、俺が持ってるカバンをすごい勢いで走って取ってっちゃった。それまだ犯罪やから、うん、追いかけますけど、追いかけます、違う、そういうことじゃないと、うん、まあ、魅力的ですかっていうことやと思うんですよね、うん、追っかけっこじゃないですか、うん、本当に、うん、それで言うと自分に興味がなさそうな人は、おー、うん、多分だ追いかけるとそういうことだと思うんですよね。追いかけるっていうのはもう多分それしかないと思う。うまくいかない、振り向いてもらえない、それぐらいしか多分人と追いかけないんだよ、うん、好きな人にも、もう好き好き好きっていうのも一つだけど、好き好き好きって言った後にグッて引くと、うん、多分グッと追いかけてくる、うん、いい男釣っちゃってください。18歳なのに今まで恋をしたことがないです。大学生になるのにちゃんと恋愛できるか不安。割と多いけどね、うん、まあ、俺もちゃんとしたお付き合いは中学生の時とかあるけど、子供じゃなくてちゃんとしたお付き合いはこれ18歳19になる手前ぐらいだから、まあ、そんなに遅いものでもないし、大学生になって環境が変わればね、いろんな人がいるだろうし、いろんな人と出会うだろうし、あとやっぱり女子校だったことがね、出会いが少なかったりとかして、なかなか恋愛してない子も多いしね。だから大学生になったら新しい出会いも増えると思うんでね、そんな出会いに期待しながら新たな学生生活を謳歌してください。卒業おめでとう。今までお付き合いをした人がみんなお付き合いをする前まではちゃんと仕事をしているのですが、いざ付き合ったら相手の男の人が仕事を辞めてしまいます。そして私のお金を当てにしていきます。今はシングルマザーなので恋してる場合ではないまでしませんが、私は見る目がなかったのでしょうか。広大さんだったらどう思いますか。ダメよか。うーん、そんな稼いでたのかなって思っちゃうけど、なんで毎回仕事辞めちゃうんだろう。見る目がないというよりはそうさせちゃってるのかもしれないね、うん、でも結果今別れてるし、まあ、今恋してる場合じゃないらしいけど、次に恋をするんだったら失敗しない方法をめちゃくちゃ学んできたから、うん、多分ちゃんとした人とこう付き合いできるんじゃないですかね、うん、付き合って仕事辞めるのはちょっとやばいでしょ。いや、そんなんですね。今までお付き合いした人がみんなって書いてあるんで、まあ、一人ではないと思って暇にしちゃうと思うんでしょ。分かんないけど、なんかあったんでしょ、多分。一回振り返って、私何もなかったのかなって一回ちょっと見つめ直した方がいいかもね。俺のことでこの人と付き合ったからって、そのグッズをやめて紐になっちゃうと思うんですよ。そうですね。相当っすけどね。相当っすけどね。すごいっすけどね。まあでも、もう一回ね、自分で見つめ直して、失敗しない方法を持って次のやりてください。はい、そしたら紐にはならず、ちゃんと仕事する人が見つかると思います。今、マッチングアプリで知り合った人と3回ご飯に行ってるけど、なんかピンときません。どうしたらいい？ NEXT! 次行きましょう。次行きましょう。やっぱりね、相談乗ってる場合じゃねえって思う。逆に、うん、皆さんの話を聞いて、人の相談聞いて我が振り直す。確かに、うん、やっぱり4月からね始まるんですけどね、さあ全国でトマトベッドフィフティーに参加されて僕たちの未来ラブソングも取り替えますしね、うん、なのでね、恋に悩みを抱えるあなたも、大切な人がいるあなたも、ライブ会場で足を運んで一緒にたくさんの笑顔を作っていきましょう。ツアーに来たらね、全て解決。そう、もう解決、もうツアーに来たら全部解決しちゃったの、これツアーに来てくれ。ライブってこんな効果あったのかって、すごい、うん、なんかもう来てる。コーナーさんが来てる、コーナーさんが来てる、まあ、ライブってこんな効果だから俺、恋愛人が多いんだ。あ、なるほど、あ、来てる、今来てる、来てる、最高潮、今来てる、今来てる、最高潮。